ちら。よし。古墳に登るなって書いてある。登れるやろ。え、登るなって？許可なくて。許可もらってきたらいいやん。寝た。寝た。今日は青塚古墳に来ました。墳長は123、123ね。わかりやすいね。こんにちは。ゆる古墳シリーズへようこそ。今回は2023年6月4日に訪問した愛知県犬山市の青塚古墳についてご紹介します。1年前の動画で申し訳ありません。青塚古墳は愛知県で2番目に大きな古墳で、前方後円墳と言われており、全長123メートル、高さ12メートルです。この古墳は駒備蓄手の戦いの際に秀吉陣営の砦として使用された歴史があります。残念ながら古墳の上に登ることはできませんでした。そこで家族で古墳の周りを散策した映像を中心にお届けしますが、正直なところ周りを歩くだけの映像は少し退屈かもしれません。まず青塚古墳のすぐ隣には小学生などの学習用に作られた博物館があります。展示内容は非常に工夫されていて大変興味深いですので、こちらを詳しくご紹介します。動画の最後には近くにある松寿司さんというお寿司屋さんにも訪れました。長くなりましたが、どうぞ最後までお楽しみください。それではゆる古墳シリーズスタートです。青塚古墳は4世紀中頃に作られた愛知県で2番目に大きい前方後円墳です。標高31メートルの大地の端にあり、古墳の西側には平野が広がります。古墳は広い基壇の上に後円部が3段、前方部が2段に築かれています。段ごとの平坦面には赤く塗られた壺型埴輪が並び、前方部の頂上には後傾段を囲んで円筒埴輪、朝顔型埴輪が並んでました。また古墳全体は大量の瓦石で覆われていました。古墳の周りには周濠と外堤が巡り、周濠を横切って古墳に向かう通路がありました。あれ、通路ってさ、この辺のさ、渡り土手のやつよね。渡り土手で合っとる。そうそうそう、立教は堀になってるからね。長くての戦いの際には秀吉型の砦として利用されたとも伝えられますって感じ、ね。これ避難で合っとる。そうじゃここだけなんでさ、ね、変えてくれてないんやろと思ってさ。倍長、倍長あるって。いや、倍長は超えてない。倍長ちゃ。でもこの、うん、あ、これまた別の古墳か。倍長やろ、こんな周りに。集合壺型埴輪が並んでるね。前方部の頂上には円筒埴輪、朝顔型埴輪ってどんな整備前。ここも書いてあるやん、これ。家康に合わせて、これ小牧長久手の戦いゆかりの地青塚砦。本当だね、これがされたってこと。青塚砦跡か、なんとか城跡って書いてあった。まあこれ、ここにこれが古墳が壊す砦に改造したよ。とりあえず中入って、うん、ではマホラの館に。あ、かわいい椅子。ダンボール工作キットか。ほらほら、吉田美古墳群、この前行ったやつ覚えてる。草刈りね。ああ、素晴らしいね。すごい、古墳いいじゃん。古墳いい。古墳ちゃんはがき。気持ち悪い。テンポアプロフト充実してる。あ、すごいね、古墳のマグネットはないんじゃん。アメージングに振り返る気がする。草木効果ね。すごいね、これ。天気室って書いてある。すごい。すごいね。200分の1とか。朝顔型埴輪。これ朝顔型なんや。でかいね、これ。他の時より四角分には各段に壺の形をした埴輪が運気を取り巻くようにして並べられていました。
た全ての埴輪には赤色の顔料が塗られており、埴輪は約2メートル間隔で並べられていました。東の宮古墳から出たのか。展示してある鏡は全て複製です。でもいろいろ出たんだね。これ白鳥塚とほぼ同じ。あれ一緒やん。いや、まあ前方公園500。あれ一緒やで。それ登ったらダメ。あ、なんてなんか草刈りの時と小学校の引率とだってここすごい綺麗にしてるもんね。危ない。周り歩こうか。ああ行くよ。ここには登らないでくださいって。綺麗にだから力入れてるからあかんのかね。なんとかアングルやん。これ黄金アングル。黄金アングル。この辺り。まあ違う、首レブがこっちから。まあちょっと一周して。またではここから撮った写真がこちら。よしここまで言ってみんなが差し入れたらちょうどいい。ここまでしかないよ石。まさかの経費節減。あ、なんかここでも登り口がゆーって、うん、結構急やな。残念だな、登れなかったか。早め勝負わからんな。私もわかんない。綺麗な感じやけど。登ったらあかん理由は書いてある。なんで書いてある。いや、ここ読んだらいい。読んでみていや、国史跡で墳丘はこの辺りにあるか大垣神社やったっけ、ちょっと分からんけど、大垣神社の社有地であるから登頂は禁止です。結構厳しいねやね。残念ながらモズメ車塚古墳には行けず。ではこれでおしまいです。結構でかい。まずですよ、お客さんゼロ。何時今？11時42分。めっちゃ駐車場広い。クッキーラムネ、韓国系のクッキーラムネかけて。この前はまだ寿司来てない。だって。次回のゆるしろ8では11月に家族で滋賀県彦根市にある狭山城に行った様子をお届けします。狭山城は石田三成で有名で、プチ登山のような感覚で秋の紅葉も楽しめる場所です。お楽しみにお待ちください。おー、いい眺め。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。どこかわかんないね。邪魔やわ。青塚古墳公園のウォーキングコースね。こんなに歩いても76キロカロリーですね。え、お酒、ビール、ケーキ、クリームパン、かしわ餅、卵焼きか、伊達巻きか、バームクーヘンか。120キロカロリーね。血圧も話までしてあります。しっかり運動してください。以上です。